はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは、スプレーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。今日はビンディングを、本日はビンディング、はい、いきましょう。今日もナウビンディングです。ナウビンディング、ナウビンディング、しかもナウビンディングなのにこの2つしか並んでないっていう、はい、セレクトっていうビンディングと、はい、セレクトプロっていう、おー、はい、まあプロかプロじゃないかっていう。そうですね。このセレクトといえばフリースタイル系の。そうなんですよ。ですよね。そうなんです。まあ最高モデルって言われてるセレクトと、はい、さらに最高級モデルっていう、その頂点というセレクトプロ。なるほど。そこをこうバチバチと比較したいなと。はい。今日はそれを説明したいと思いますよ。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこのセレクトっていうモデルが、はい、まあ、ちょこちょこっとアップデートしてるところもあるんだけど、はい、まあ、ハイバックも新しくなったりとか、はい、このアンクルストラップもね、アシムエッセンスストラップ、ね、アシムエッセンスストラップ、セレクトプロとも共通のストラップなんだけど、はい、つま先のストラップは 3D コンツアーストラップって言って、 3D コンツアーストラップ、なんかよく見ると NOW って書いてあるね。NOW って書いてありますね、ラバーでね、はい、このストラップ、まあ、スタンダードなストラップなんだけど、はい、まあ、ここもセレクトプロとのちょっと違いがあるので、セレクトにはこのストラップがついているっていう、はい、まあ、共通のテクノロジーでこのカント 2.0 っていう、あ、うん、インサイド側にこう角度がついてるフットベッドが、フットベッドが、そうなんですよね。でセレクトは、はい、ハンガー 2.0 ってベースプレートのね、ああそうだ、ナウといえばあのテコの原理で、そう、まあ、スケートテックで4つのブッシングがこう板をトーションがうまく使えるっていう、はい、このテクノロジーなんだけど、なんかシーソーみたいになってるんですね。そうなんだよね。真ん中のディスクがこう動くようになってるんだよね、はい、うん、まあ、それをこの4点のブッシングで、まあ、ソフト、ミディアム、ハードっていう硬さの違うものでソフトにしたりハードにしたり、はい、っていうのをここでサポートしてる。いや、まさにスケートテックですよね。そうなんだよね。スケボーみたいな感じですよね。そうそうそう、うまく動きながら動かしながら硬くしたり柔らかくしたりとかっていうフィーリングで板をコントロールしてるっていう、はい、これがすごい強いエッジングになるっていうか、すごいボードのレスポンスが良くなるんだよね。なんかそうらしいですよね。そう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 、こう足も楽にボードもこう軽快に操作できるっていうところがこのスケートテックの売りなんだけど、はい、でそのハンガー 2.0 っていうのが、はい、このサイドウォールっていうよりこうベースプレートの横ね、はい、セレクトプロはハンガー 3.0 っていうのが、おー、セレクトはハンガー 2.0、はい、まあ、何が違うかって言ったら、はい、このサイドウォールの高さが、はい、内側も外側もこうちょっと低くなってるね、はい、まあブーツのこう自由度が高いって、まあ、よりフリースタイルのような感じなんだけど、へ、まあ後でハンガー 3.0 の方も説明するんだけど、はい、うん、まあ、こうちょっと自由度の高いフリースタイルに特化したベースプレートだっていう感じなんです。はい、はい、良さそうですよね。またかっこいいもんね、ビンディングもね。かっこいいですね。もうこう並べたらもう NOW。 最近はね、結構いろんなブランドがこういうデザインで作ったりとかしてるんだけど、ね、はい、なんか結構ハイバック2つ並べて遊びのあるデザインになってると思うんですね。もうメーカーのロゴをドカーンと入れてるやつとかね、はい、うん、またこの白黒の配色のデザインもかっこいいね、モノトーン、うん、なんかシンプルでいいですね。ね、で続いてのセレクトプロ、はい、プロ、先ほど言ってたそのハンガー 2.0 じゃなくハンガー 3.0、 3.0、はい、そう、そのハンガー 3.0 は何がどこが違うのかっていうと、はい、このインサイド側、内側のサイドウォールはハンガー 2.0 と同じようにこう低いんだよね、はい、でも外側はちょっと高くなってるんだよね。ほー、だからこうより外側の力がこう外に逃げないように、膝絞ったりとか、はい、内側に来るのは結構自由度が高いんだけど、はい、でも外側には強いっていうね、へー、まあ、より力が伝わるような感じになってるんだよね。なるほど。そう、もうこれすごいいいと思うんだよね、はい、うん、まあ、そこがハンガー 2.0 と 3.0 との違いっていうね、はい、と 6mm 延長 してるんだよね、これね。 3.0 の方が長い、そう、 6mm 長くなってるんだよ、ベースプレートが。それなんでかって言ったら、よりエッジに近くなってより力強く、テコの原理で、あ、なるほど、そう、エッジが強く踏めるようになってる、ね、はあはあはあ、確かにシーソーも長ければ長いほど、そうそうそう、バッタンバッタンの力強くなりますね。そうなんだよね。そうですよね。これ同じ M サイズ同士なんだけど、はい、このブッシュゴム合わせると、はい、ちょっと長さ違うの分かる？これ違いますね、うん、違う違う、本当だ、
3.0 の方が長いですね。そうなんだよね、はい、まあ6ミリなんだけど、はい、でもこれ結構顕著に違うなって感じ、ね、なんか見た目で分かるってことは結構効果ありそうですよね、うん、そうそうそう、より遠い距離で踏むっていうのが、まあ、力強くエッジ踏めるっていう感じになると思うんだよね、はい、そうで、トゥーストラップもプログリップストラップって、はい、プログリップストラップ、まあ、よりこうメッシュのネットみたいな感じになってて、へー、まあ、ブーツのつま先をしっかりこうフォローするような感じになってるんだよね。あー、なるほど。それもちょっとこうストラップがトゥーと違うんだけど ね。あー、違いますね。そうそう。で、今年からのテックで、はい、このヒンジコネクターって言って、ヒンジコネクター、根元がちょっと薄くなってこう開きやすくなるっていうね。おろ、すごい倒れる。うん、去年のやつからアンクルはもうこうなってたんだけど、開いた状態でブーツアクセスしやすいっていうね。あ、したらトゥーもアンクルと同じように。そう、トゥーもなったんですよ。へえ。またうちがやってるブランドでは、足首は開いてもトゥーが開くっていうのはナウだけかな。ああ、うん、そうなんですね。そう、より開く面積が広いので、こうストラップとか踏むことなくですね、そうブーツをアクセスすることができるっていう、ね、足入れやすいかもしれない。そう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 、うん、結構ね、やっぱり寒いエリアとかでストラップ踏んづけてこの根元からポゲって、いやありますね、そう、ありますね、折っちゃったりとか、まあ、それ何回もやってて癖ついて折れやすくなったりとかするから、はい、うん、これはとても便利かも。そうですね、極寒の地だと特にちょっとプラスチック硬くなったりしてるから、うん、そう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 、踏んづけたらポキっていっちゃうんですよね。そうなんだよね、うん、あと細かいところで言うと、はい、セレクトプロはこのブッシュゴムがソフト、ミディアム、ハードって3種類全部ついてるんだよね。はい、これ優しいね。優しいですね。本当にプロっていうだけありますね。そうなんだよね。まあ結構人によってはアウトサイド側硬いの入れて、インサイド側柔らかいの入れて、うんうんうん、こう内側にちょっとフレックス柔らかくしたりとか。ああ、はいはいはい、うん、フロントサイド苦手だからフロントサイドにちょっと硬いの入れといて、ヒールサイドに柔らかいの入れたりとか。そうだ、前にナウのビンディングの説明の時にそれ言ってましたよね。そうなんだね。それができるっていうかね、セットについてくるからもうすぐできちゃうっていう。そうなんだね。さすがプロ。そう、さすがプロ。プロ。別売りでも売ってんだけど、はい、まあ、余計にお金かかんないよね。ですね、うん、ノーマルの方のセレクトっていうのは、ブッシングゴムっていうのはミディアムが装着されてるね。ミディアムがついてるね。そうそうそう。ってことはハードとかソフトは別売のやつでも欲しければ買ったりして、そう、買ったりすることもできるっていう、ね、増やせるという。そう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 。へえ、うん。セレクトプロの方がぶっちゃけ言うと値段がちょっと高いんだよね。ああ、なるほど。セレクトプロで 72,600円。やりますね。やるね。やりますね。でセレクトで 65,000円。はい。まあ値段高いだけあるなって感じはするんだけど、ちょっと悩ましいですね。そう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 。でもね、そのハンガーの違いだったりとか、はい、そのボーナスでブッシュが全種類ついてるとか、はい、うん、いいところもたくさんあるので。そうですね、これちなみにフリーライディングとかするにしても、ちょっと遊びのジャンプとかも入れたいなっていう人でも調子いい感じなんですね。あ、そうなんですか。やっぱそうなんですか。そうなんだよね。まあそのエッジグリップって、このセレクトプロの上にドライブとか、はい、カーボンのモデルとかもあるんだけど、はい、それはフリーライディングの最高峰っていう感じになってて。なるほど。セレクトとセレクトプロっていうのが、はい、まあ、フリースタイルの中ではもう最高峰、最高峰ってこと言われてるんで、ね、まあ、ジャンプだったりとか、意外とこのハイバックの柔らかさからすると、お、結構柔らかいですね。いや、そうなんだよね。そう、まあ、ジブとかグランドトリック、グラトリとかも全然いけるなっていう、ね、はいはいはい。そう、ナウの売りでもあるこのヒールカップの高さがブーツのホールド感っていうのもね、生まれるんだけど、でもハイバックは意外とこう柔らかくてしなやかで、すごいですね。自由度も高いっていうかね、うん、ここを強化した分こっち緩くしますよみたいな、ちゃんとバランス取れてるんですね。多分そうだと思うね。へえ。なんかセレクトもセレクトプロも遊び心満点のビンディングですよ。はい。どっちを選ぶかはあなた次第です。それでは良いシーズンを。ありがとうございます。ありがとう。また。